思います。あのね、既婚者だった人がいた、寮に住んでると、会社のなんか謎、あ、じゃあキャンセル料支払ってくださいって言われて、なんかご家族にも連絡しますとか、脅しじゃん。1ヶ月に1回ぐらい違う番号からいろいろかかってくる、怖いよね。こんにちは、シエルです。今日手料理を振る舞いたかったんだけど、ちょっと時間ないんで、はい、Uber Eats で、はい、はい、頼みました。1500円ぐらいしたんだよね。ね、高いよね、うん、ちなみに私がトマト系のチキンのなんちゃらで、私はガーリックチキンのなんかだよね、なんかだよね。今日は、リナちゃんと婚活話をしていきたいと思います。 Uber はね、うん、人生初めて、うちが、いや、うちの地域は、うん、Uber のなんか種類がもうほぼないの。ないんだ。うん、ないの。これを彼氏と食べてるとするじゃん。うん。歯に詰まったらどうすんの？気にしない。気にしない？うん。いや、私はでも気になっちゃってしょうがないわけ。めっちゃ女の子じゃん。もうデートの時はネギは食べないみたいな。婚活女子といえば、うん、まあやっぱマチコンだったり、うんうん、婚活パーティーだったり、まあ、アプリがあったりいろいろあると思うんだけど、はい、まあ一番おすすめはなんじゃいと。いや、でもね、そんな人によってなんだよね、それって。そっか。だから私は意外と婚活パーティーよりもマチコン系の方がいい人と出会う率が高かった。へ、うん、その場でいろんな人と連絡先が交換できるわけ。いろんな人と出会えるっていうので、うん、私はマチコンの方がいいかなっていうのはあった、うん、中西から勉強させてもらった一つが婚活パーティーだとその、うん、マッチングしないと連絡先が交換できない。アプリもでもそっか。そうだね、お互いがマッチングか、うん、マチコンの場合はもうこの人と喋りたいって言ったらそこに行ったりとか、うんうん、ちょっと人と喋るタイミングをこうずっとこう測ってる人だったら、うん、そういう人は逆に婚活パーティーの方がいいよね。絶対にこう喋れるよっていう環境になるから。私の場合はね、100人以上ぐらいがいる会じゃないといかなかった。で、20、30だと意外と少ないなって感じたりとか、婚活パーティー、マチコン、アプリ、うん、結婚相談所、うん、ぐらいかな。今までやった中で一番良かったのは婚活アプリかも、うん、なんでかっていうと、やっぱその場所に行かなくていいし、うん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 、あとはいろんな人と、まあ、連絡先をアプリで交換できるから、うんうん、アプリでつながった人で、うん、あ、ちょっとこれはやばいなみたいな人いた。あのね、既婚者だった人がいた。無料？無料。でも男性は多分3,000〜4,000円ぐらい払ってんのかな。なんで分かったの？絶対土日を避けて平日に会いましょうってまずなったの。で、その人はね、33、4歳とかだったのかな？私より年上よ。寮に住んでると。会社の。30代で寮に住んでるって、うん、なかなかないことじゃん。うん、その社員が不祥事を起こしてしまって、うん、その彼女とか女性をその会社寮に入れなくなっちゃったと。なんか土日になんか自分のお兄さんの、うん、まあ、子供と遊んでますとかメールが来てて、今日何時に終わりますみたいなこと言ったら、まあ、夕方ぐらいまで来なくてメールが、あ、すいませんみたいな、いきなり会議が入っちゃったんでみたいな。いや、でも会議って6時過ぎに入りますっていう話じゃないですか。なんか謎？でもやっぱあるらしいですよ、既婚者。うん、そう、あと逆パターンで女性がぼったくりバーみたいなのに連れてくみたいな。なんかツイッターで見た。見た？女性がおすすめしてるバーかなんかに行って、うん、まあ、10万とか取るとか。とかそのお店と組んでるとか、ね。そう。っていうのもあったっていうのを私は会った男性に聞かされた。何、うん、現実で、うん、そうそう、僕そういうのされた、されましたみたいな。怖いよね。怖い。自分で見極めなきゃいけないっていうところはあるけど、うん、リスクだけどアプリは。うん、ただ、時間と会いたい時に会うっていうことができるから、婚活アプリはおすすめ。婚活アプリで結婚したの？いるよ、いるよ。去年、いい夫婦の日に友達結婚したから。なので、3回ぐらい会って、付き合いましょうってなって、うん、9ヶ月ぐらいで結婚したっていう。うん、割と周りいっぱいいますね。半月間仕事を休んで、うん、その間にもう婚活アプリでもういろんな人と毎日のように会って、うんうん、ガチ婚活だ。そう、ガチ婚活。うん、もう1日にね、2人とか3人とか会って、うん、この人だって思う人と結婚したって人もいた。ね、だから婚活アプリいいですよ。今だって芸能人もね、やってる子いて、で、結婚したとか言う人もいるから、もうおすすめ。これは気をつけた方がいいよ、みたいな。悲劇ね、悲劇。ありました、ありました。婚活イベントに行きます。うん、1時間前ぐらいに、うんうん、なんか連絡が来たわけ。誰から？その婚活イベントの会社から。パーティーの。そう、パーティーの。そう。で、人数が集まらないので、うん、ちょっと
とこのじゃあ私が池袋に行きたかったってするとするじゃん。で池袋から新宿の回だったら、うん、まあ、人数がまだいっぱいいるんで、こっちに変更しますみたいな。場所変更、場所変更しますと、でちょっと時間も違うのよ、うん、この後予定あるんで、うん、池袋じゃないと行けませんって言ったの、うん、あじゃあキャンセル料支払ってくださいって言われて、お金はそもそもかかるの？会費みたいな、参加費あるとこもあるんだけど、私はいろんなルートを使って無料だったわけフリーパスみたいな婚活イベントでフリーパスってのがあって、そんなのあるの？あるあるの。会社によって違うんだけど、ここの会社、その私が行こうと思ってた会社から申し込むと、まあ、500円だったり1000円だったり、まあ、かかるところもあるんだけど、ここの会社から予約するとタダだったりあるわけですよ。じゃあ参加してる人たちみんなそれぞれなんだ、うん、そう、いろんな会社から、だからその旅行会社みたいなもんよ、勝手な都合でお客さんが集まらず、場所変更されます、時間変更もされます、で私そこは行けませんってなったのに、1000円ぐらいキャンセル料払わされるのかな、うん、でプラスなんか手数料もかかるじゃん、銀行振り込みだと、だから440円ぐらいかかって、うんうん、その会社はね、もういろんな番号を持ってるわけですよ。1ヶ月に1回ぐらい違う番号からいろいろかかってくるわけ。電話、うん、払えと。そう、1年後に最近ですよ、またメールが来まして、今月までに払わないと、うん、なんかご家族にも連絡しますとか、脅しじゃん、もう本当に結構脅しのメールが来まして、うん、この間1440円払いました。でもまあ話的にちょっとおかしいですよね。だってさ、時間も場所も変更してさ、キャンセル料とかで調べると、そこが一番ちょっと悪徳というか、悪徳だ、そう、ちょっとね、ちょっとそういうことも書かれてるから。でもそう、キャンセル料取られなかったって友達もいるわけっていうのもある。怖い。男性は特にもうちょい、多分ね1000円とかじゃなくてもうちょい高額だった気がする、うん、なのでちょっと気をつけながら行った方がいいかなと思うんですけど、うん、キャンセル料もびっくりだけど、うん、そのフリーパスっていうのにびっくりした。いや、本当に駆使すればね、いろんなお得なね、感じでいけるから、うん、年齢制限ない？あ、年齢制限もある。あるよね。でもフリーパスはね、別にない。その婚活イベント自体に年齢制限があるから、うん、ちょっと枠は絞られちゃうけど。うん、ちょっと枠絞られて。全くウーバーとは食べれず。中西里奈ちゃんの YouTube チャンネルもありますので、はい、こちらもチェックしてみてください。それではまた。